こんにちは。ワンディーのゆうぽんです。今日は、私はネイルをしていません。ノーネイル。で、今日はダイソーに売っているマニキュアと、ネイルアートシールと、ネイルジュエリーシールを買ってきたので、今日はね、早速、ネイルしていきたいと思います。で、どんなものを買ってきたかというと、まずこちら、ダイソーとケミオさんがね、コラボしたネイルです。きっとね、見たことあると思うんですけど、今日はね、このネイルジュエリーシールと、ネイルアートシールのこの3つをね、3枚買ってきました。で、これと、こちらがマニキュアです。なんかね、ピンク、薄ピンクにちょっとラメが入ってる感じかな。すいません、トップコートはキャンメイクを使わせてください。で、なんかほら、最初に下で塗った方がいいよってコメントとか、きっと絶対来ると思うんですけど、うちはいつもね、ポッても、一発目、これです。まあね、皆さんはなるべくね、下地はね、必ず使った方がいいと思います。いやだ、緊張する。うちいつも斜めるんだよね、これ。で、なんか主にね、これね、二つ使っていけたらなって感じです。セーラームーンっぽくて可愛い。いくよ。いくよ。あ、ラメはゴールドっぽい感じだ。なんかね、一発目はすっごい薄い。指からはみ出ないことを目標で。はみ出た。こういう時は、綿棒で落とすと綺麗にね、取れます。こう、はみ出たやつ。綿棒って本当に不思議ちゃんだと思う。綿棒はね、いろんなことに役に立つ。例えば耳が痒くて、ほら、お風呂上がり耳に詰まりましたって。その時もう取れます。こういうのも取れます。アイシャドウも、キュッと取れます。あとは鼻くそとか。そうそうそう。いろんなに使えるから、本当に便利だと思う。実はね、ネイルサロン行ったことない。そう、今年ね、予定したの。もうなんかやりたいなって言ってて、ずっと。このざまよね。はい、こちらが1回塗りでございます。どう？でもなんかね、1回塗りでもね、綺麗だと思うの、個人的に。2度塗りはね、もっと綺麗だと思う。ちょっとやってみよう。今日可愛くなりそう、私の手。じゃ次ね、左でいきます。なんか話の話題ありますか、マーポンさん。ないか。だろうな。私たちはね、話すことないんだよ。うわ、綺麗。なんかね、この色に多分ね、このなんかセーラームーンっぽいシールはね、かなり合うと思う。指が震える。うわ、すごい、見て。両手塗ったよ。待ちまーす。あ、乾くの待ちまーす。うそ、なんか、中学生の頃、ほんとなんか子供みたいなことやってたんだけど、ぷっくり爪がすっごい憧れだったの。だからトップコートもいっぱい塗って、ぷっくりさせた。そう、バカだったの、中学生の頃。だからそれをネイルサロンに行ってぷっくり爪やってもらいたいなっていう。一緒だ！遺伝だ。すごい、うちマーポンと爪の形まんま一緒。遺伝ってすごいね。なんかこうやって人差し指でわかんもんね。一緒だもん、この形。独特だよね、この人差し指。なんかどんぐりみたいな形だよね。人差し指のうち一番嫌いなの。なんだろう、これちっちゃいよ。でも死んじゃう、これ。口の中入った。窓開けとくとこうなの。なんかたまにさ、遊園地行ってるときさ、なんか、だったっけかな。なんか、リップに虫ついてる人いるよね。なんかね、誰だっけか忘れたけど、グロス塗ってる人とかさ、ここで虫捕まえてんの。そう、ビチョッとしてる人いるじゃん。やっぱグロスってビチョッとしてるからさ、虫取りしてるんですよ、誰か。誰だって知らない人かな。なんか、虫ここにくっついてた。うち、でも鼻の中に虫入ったときある。雨だとポッってやったけど。あったの。福島の時かな。なんかよく外に出ててさ、うち。その時に虫が多かった。やっぱ葉っぱがいっぱいあったから。だからさ、ここでこう、ブーンと寝て、こう、ヒュッ、ヒュッってこうやって。あ、もう一回塗ろうかな、じゃあ。いや、なんかさ、ほんとさ、みんな言ってるけどさ、自粛中って女子力下がるよね。なんかほら、服買いにも行けないし、出かけることもできないし、で、写真も撮ることもないし、女子力下がるわよね、いろいろ。まあ、でもね、ほんとにね、この我慢が未来に繋がっていくから、もう今はマジで我慢する時期だと思う。だからみんな、頑張ろう。だってさ、これ乗り越えれば普通の生活に戻るわけでしょ？だったら今は家にいた方がいいよね。昨日コラボの撮影だったんですけど、その時も話してて、今まで普通に生活してたあの頃が夢みたいだねって話そう。どう？見て。どう？二の塗りしてみました。ところで塗ってみました。二の塗りね、結構いいと思った。もう一回塗るか。ここ、この白爪ダサいよね。でね、三度塗り。二度塗りが乾いたら、三度塗りやります。言いづらい、三度塗り。もう都会女子力ないんでね。自粛女子力下がったっていうのはないと思う。もっと下がって、ゆくゆく男になります。ぜひね、昨日上がった動画を見てください。
男装です。そいつずっとね男になりたくて、生まれ変わったら何になりたいですかって言われたら男っていう。いやね、なんかずっとね、ほらうちマッシュ男子が好きなのよ。だからその大好きな髪型でやれてよかったです。でね、うちね、その男装して思ったのが、やっぱり男っていう感じじゃん。だからね、こう足広げてもいいからね、すっごい楽だった。やっぱ女子だとほら、これちゃんと足閉じないといけないじゃん。なんかよくね、マネージャーさんにも注意されるし、そこら辺のスタッフさんにも、こうユーポン足開いてるよって言われるの。イベントの時でもなんかこれやった時に足ちゃんと閉じてねっていう合図で、必ず、そう、なんか、ボンボン学園祭のイベントあったじゃん。その時も、足こう、はってこうやっちゃって、気抜けちゃうと、足こう広げちゃうから、前にスタッフさんがいて。あとね、なんか、ボンボン学園の時とかも立ってた時とか結構足開いてんの、こうやって。もうなんか、みんな女性陣たち足ちゃんと閉じてるのに、うちだけこう。だからね、その、えっちゃんとかは、もう、本当に女子力高いじゃん。立ち方が、ほんと女性らしくこう、キュッと。私、こう、肝試しの動画とかさ、ひどすぎて。クリップ丸見え、リボン斜めってるし、あれさ、誰か教えてくれればよかったのにさ。で、最近やばいので気づき始めて、結構頑張ってんの、足閉じてんの。家ではこう、ひらーっとなってるけど、発泡して。っていうね、最近はさ、なんかコラボとかは、ちゃんと足を閉じようと思って意識はしてんの、最近。で、ちゃんとこう座るときもこう斜めに膝をやって、こう足みたいな。で、さ、なんか、こう姿勢正してください。はいってこと。はい、ということで、こちらね、3度塗り、2度塗り、乾きました。なので今からね、3度塗り、いきたいと思います。3回目で終わらしたい。あ、消えた。ほら。まあ、3回塗るのが一番ちょうどいいかなって個人的には思う。はい、熟語で3度塗りしたんですけど、結構いい感じになった。どう？どう？なんかさ、やっぱ3回目めっちゃ綺麗になったね。まあ、だいぶ白ずみは隠れてきたから、もうね、シール早速貼っていきます。これ乾いたら。ということで、ネイル乾きましたー。で、早速こちらのシールを貼っていきます。もう普通にペペペペって貼っていくよ、じゃあ。かわいい。めっちゃかわいい、このハート。で、こう中指ね、中指の爪一番好きなんで、ちょっとハート貼りたいな。人差し指あんま好きじゃない、やっぱり。だからなんかね、デコレーションしたいって気持ちにならないんだよね。わ、かわいい。でもね、あとね、この星も残ってるからね。どこにつけよう。で、これでさ、これだったらいけんじゃない？多分このシルバー系入ってたらね。おー、ゴージャスな指。こんな指初めてだ。うん、いいね、いいね。これ結構使える。ということで、ダイソーだけでやってみました。まあ、ダイソーで全部揃えてみたらこんな感じでした。じゃ最後にはトップコートを塗りたいと思います。おお、これでまたさらにね、こうぷっくり爪になるんです。このキャンメイクの確かに説明にもなんかぷっくり爪になりますみたいな書いてあった。ということで、トップコートも塗って無事終わりました。いやね、皆様によかったら、ダイソーに結構ね、可愛いネイルのシールとかたくさんあったので、お時間があるときはぜひネイルやってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ユーポンの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターとインスタグラムと TikTok もやってますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。ではおつぱん。気をつけないとね、まだ乾いてないから。